ルイがさ、このガラス触りすぎてめっちゃ汚くなってんだよね。なんかベトベトになってる。ねえ、ルイくん、聞こえてないけど。ルイくん、めっちゃ喋ってる奥で。開けたいんだ。どうぞ。もうめっちゃこうやってドア開け閉めするようになった。そうそう、これさ、扉が二重になってるから、ここ閉まってる状態でルイがそこ閉めて、ここの間に挟まるってたまになんだよね。あ、そのまま閉めるか？あ、閉めた。 閉めた。ルイくんの動物園だ。わあ、かわいいな、この動物。頭ぶつけてるけど、このかわいいな、この動物。ルイくん、よいしょ、よいしょ。あ、動物が出てきた。それで折り方もね、こんなちゃんとわかるようになってるの。すごいね。じゃーん。私がちっちゃい頃履いてたやつ。そう、マナが履いてたジョーダン。超汚いそう、ちょっと汚かったから俺が頑張って拭いた。あ、いいね。かっこいいじゃん。もう売ってないよ。かっこいいね、ルイ。すごーい。いい感じじゃない？かっこいいね、でも。ね、いい感じ。どうですか、今日のルイのファッション。すごい。あれ、入ってるのかな、ちゃんと靴。めっちゃいい天気。お、太陽が見える。めっちゃ暖かいね。ね。風なくていいわ。頑張れ。お、初外。あったかいからお散歩行く？外今日ほんと暑いね。ね。お出かけしに行こうか。昨日の囲碁の誕生日ブログでそのまま泊まってたお母さんが、朝起きてなんかしてるかと思ったらパン作った。何パン？マヨマヨロールです。マヨマヨロールを作ってるみたい。はい、これ。それです。美味しそうだね。焼き上がるまで90分。こんな感じでなんかテーブルがぶっ壊れそうだけど、頑張ってやってる。で、これがこね終わったらこんな感じ。これで何分だっけ？これで30分発酵させるんだって。長っ。でも美味しそう。いいね。で、蓋をして30分。はい。とりあえずあと3分でこんな感じ。大きくなってる。あんま変わってない気がするけど。もうちょっとだね。もうちょっとみたいですね。で、昨日もやってたんだけど、今日イーゴがゲームをね、一緒にやりたいっていうから、今からイーゴとオンラインで対戦するぜ。よし、レッツゴー。今日は弟と2人でゲームします。イーゴだよ、イーゴだよ。とこのザイオン422っていうやつが俺たちだから。めっちゃ見られてる。ほんとだ。そういう感じね。倒した。ナイス。毒がめっちゃ出てきてるよ、右側から来る。倒した。よし、倒した。うわー、そこ見てたか。いいですか？はい。おお、めっちゃでかくなってんじゃん。すげえ。うわ、気持ちいい。じゃあガス抜きします。はい、いい感じ。いい感じです。この後もう一回二次発酵させます。ルイはこんな感じでまだずっと寝てる。よく寝るね、君は。で、今日はとりあえず確定じゃないけど車を見に行きます。どんな感じかね。なんか俺のお母さん曰く、新車で買った方がもしかしたらお得かもしれないみたいなこと言ってて、で、まあその辺俺よくわかんないから、その辺はね、親に聞いた方がいいかなと思って一緒に見に行きます。まだ何欲しいんだっけ。オフロード系がいいんだよね、 SUV。 そう、大きいやつ。そうだから今そのお店を見に行ってきます。はい。うわ、これ屋根が屋根がある。本当だ。うわ、いいね。うわ、最高。いい感じ。てかやばいね、座席がめっちゃいいね。うわ、これいいわ。このエンブレムも綺麗だし。うわ、内装クソ綺麗だな。こんな綺麗だ。うん、もう下汚したくないわね。ね。はい、こんな感じでできました。いいね、丸くて可愛い。何パンだっけ。マヨマヨパン。ほっぺたにいっぱい詰め込んでるパン美味しいね。おお、ベニコ。もうベニコ、お前なんでここにいんだよ。なんか T シャツ着てるし。ベニコ、お前なんでここにいんのね。びっくりした。ちょ、ベニコ邪魔。どいて。よし、よかった。ただいまツタヤの前に来ました。さあ、いらっしゃい。誰のせいで伝えに来ることになったの。ジョン。
かっこよくね。こっち振り向く瞬間ちょっと今使おう。見て、懐かしいですよ。ここ一番最初に。ああ本当だ。ここであの一眼の写真をさ、パチ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 見せてて、ここのこの石で2人で座ってたんだよね。どれがこっち側に座って、でこんな感じだよね。でここでここで、はい。あパチパチ。あ今のダメ今のダメみたいなことやってたね。変顔のやつ。そう懐かしいね。ね。あー。あ、でもここなら明るいじゃん。ライトアップもされてて、普通にそこに寄りかかる感じでいいんじゃね。で、イーゴさ乗れちゃったなんかうちまだで聞こえてるしやだ、こんな漏れるただいまーす。ベニコ、ベニコ何してんのそこで。また T シャツ着てんのベニコ。これ俺の T シャツじゃね。ベニコなんで俺の T シャツ勝手に着んの。もうそれちゃんと洗って返したね、ベニコ。